マリア・フェルナンダ・エスピノサ・ガルセスは、エクアドル共和国の政治家、詩人である。1964年9月7日、母が滞在していた、スペインのカスティーリイレオン州サラマンカにて生まれる。エクアドルキトで育ち、リセラ・コンダミーヌにて学び、1980年に卒業した。その後、アメリカ合衆国へ留学し、1996年から1997年まで、 ラトガース大学で学び、環境地理学博士の称号を得た。その一方では、詩人としても活動し、1990年にエクアドル国家賞を受賞し、数々の詩集を出版している。SP の差は2007年に、政界入りし、ラファエル・コレア大統領の下で1年間、エクアドル外務大臣を務め、2008年には、国際連合駐在大使に任命された。 コレア大統領の下で2009年から2012年まで文化遺産担当大臣を務め、2012年には国防大臣に指名され、2014年まで務める。国防大臣を辞した後、エスピノサはジュネーブの国際連合駐在機関担当大使を務めた。2017年5月、レニン・モレノ大統領の下で2度目の外務大臣に就任した。2018年、 6月5日の国際連合総会において2018年度第73回国際連合総会議長に選出された2018年6月12日に外務大臣を退任2018年8月に来日ありがとうございます